はい、皆さん、こんばんは。ということでですね、突然順番を変われておりますか。ボーカルがちっちゃくなりました。ハウテンは多分ギターかもしれない。いや、ボーカル。ああ、ボーカル。これハウテンです。大丈夫。リバーブかかる、なんかそんな感じで。リバーブ、そんないらない。ああ、リバーブ欲しい。じゃあまあ、今ぐらいいいです。キーンってなんなくて大丈夫なので、ね、はい、ではですね、もう皆さんも出来上がっちゃったらですよ ね、そこのビジュアル系バンドのビジュアル系お兄さんも、ね、いい感じで出来上がってますか。あ、皆さん飲んでますか。はい、皆さんグラスを持ってください。はい、じゃあ乾杯。イエーイ。強度出るか。今日。わかりました。今日だから。はい、今日だから今日ですね。もらいました。これまた使わせてもらいました。一曲で終わります。一曲。いや、多分。三。目標は三曲。三曲。面白いですね。三曲いけるかな。どうしたもんかなと思いまして、実はちょっと先週か先々週かもうちょっともう酔っ払って記憶があれですけど、高崎のマーニさんのところでね、はい、これって僕声って聞こえてます？聞こえてるよ。十分。はい、分かりました。嫌なぐらい。そしたらこれ聞いてみたかな。夢で見たんだ。
いいかな空に包まれて違うな、燃えるっすね燃える初めにやれよ初めにやってるんだけど空に包まれて光る
これね、すべてね、緻密にあの計算尽くされる絶対に光を、ね、あ、本当ヤオコンさんもね、これここで欲しいわけですよ、ね、言っちゃったんだ、言っちゃったんだ、言っちゃったんだ、何したっけ、欲しいようなことで、夢違う、欲しい、夢から欲しいに行ったのに、また夢に行っちゃった、欲しいの歌を見上げてほら夜の星を小さな星の
夢っていうか、あの願い事、あの七夕、七月なのか七夕だったじゃないですか、短冊、短冊に願い事か、やりました。コミットしたいけどね、やった人。はい。うん、え？やった？え？やりました？今年やってない人が多いですけど、やったという程度話を進めます。あれ？ね、あの、ね、あれね、書いたといっても願いが叶うわけじゃないです。僕はね、何も書いたかというと、ね、お腹が引っ込みますよって書いてますね。こっちが受けますよ。なかなかオチはね、結構ね、受けてるんですよ。それは願いだな。受けてるかどうかは、あなたたちが違う。ほらほら、受けてる。お腹がね、あの、ちょっと、こう見えてもお腹が結構出てるんですよ。だからこうね、何役目だとギターがね、これはね、指板、フィンガーボール。英語で言うと、わかんないです。わかんないよね。あ、こう、見えないです。わからないんだ。どうしたんだ。そこまで聞くなんだ。だから、あのね、あのお腹引っ込めたいですよ。だけど、僕はちょっと願いが叶ってなくて、お腹がね、なかなか引っ込まない。ということが言いたかったのでございます。はい。はい。ということで、あ、そう、願いが叶い、願いが叶いますか選手権やりますって言いました。言ってない。言ってないですね。あ、ごめんなさい。何が良かったら、願いが叶いますか選手権というのをやります。この、今からちょっと簡単な、ゲームみたいなのやりますからね。あ、時計いましたね。やってもらうのかな。だってもう3曲歌ったから OK ですよ。しゃべり放題。はい、今のね、曲はまだ終わってないです。Dreams come true のところの、ここを一緒に歌ってほしいんですよ、皆さんね。で、come のところを長く僕歌いますんで、皆さんも長く歌ってください。で、僕よりも息が続いた人は願いが叶うという、まあ、そういう非常に分かりやすいゲームとなっておりますので、ですかね、はい、いいですか。で、あの息を、ね、大きく吸ってもらわないと、あーって感じですか。いいですか。知ってる。はい、ありがとうございます。ほぼないし。
じゃあ、ということで、この歌のフレーを締めないといけない。星だから夢じゃないんだろう。あの1曲目 の日本語の歌の方ね、見上げてごらん夜の星はっていうのは B メロにね夢が出てくるんですよ。歌はちょっと今回省略しちゃったんでそこを歌おうね。手をつなごう僕と追いかけよう夢を、僕夢が出てくる。いい加減にしてくれみたいな顔してますけどね。ちょっと痛いね。何でしたっけ、皆さんだいぶ疲れてきてるからね。でもね、一緒に最後に歌を歌いましょう。いいですか、はい、夢の歌です、多分見たことがある。でもきっとあの、僕がこういうのをやってる時にこれをやるだろうって思ってる曲を使って、このラーラーっていうのじゃないですね。もうここはラーラーでやるんだ。ありがたいです。デビューアラップでいいよ。Bye.
俺も戻ってこい。